もじゃ、アンゴロです。今回はビットフライヤーの自己売買からわかる取引所の未来について話します。ビットフライヤーはビットコインの取引量が国内最大の暗号通貨取引所です。そのビットフライヤーが5月29日にこの発表をしました。ビットフライヤーライトニングおよび簡単取引所では流動性の供給を目的とした注文を当社が発注する場合があります。このような注文は収益を目的としたものではなく、ビットフライヤーライトニングおよび簡単取引所において十分な数量の買い注文と売り注文を確保することを目的としたものとなります。つまりビットフライヤーが自己売買していることを公表したということです。公表した理由は自主規制団体の日本仮想通貨交換業協会で制定された規則を守るためです。自己売買とはですね、取引所が自分の資金を使って自ら取引することを言います。普通はトレーダー同士が取引をして、取引が成立したら約定金額の一部を手数料として取引所が徴収します。つまり取引所の仕事はトレーダーの買い注文と売り注文を正確に付け合わせて約定させることです。その取引所がトレーダーに混ざって取引を行うことを自己売買と言います。取引所が自己売買をする理由はこの2つがあります。自社の利益を確保するため、市場を活性化させるため。自己売買で市場が活性化すると手数料収入が増えるので、どんどん約定してほしいのが取引所の願いです。ビットフライヤーの自己売買の目的は流動性の供給と言っているので、自社の利益の確保ではなくて市場を活性化させるのが目的のようです。これはツイートの続きです。なお、フロントランニング、お客様の注文情報の利用、当社注文の優先処理、システム障害が発生した際に当社は取引できるといった事実はございません。フロントランニングとは、お客様の注文情報を受け付けた業者が他のお客様の注文より前に自分の注文を出す行為を指します。つまりフロントランニングとはですね、トレーダーからの注文を受けた時に取引所の利益になるように先回りして自己売買をすることを言います。具体例でいきましょう。注文板ドン。売り注文は105万円に 2BTC、102万円に 3BTC、100万円に 1BTC。 買い注文は99万円に 2BTC、97万円に 5BTC。 問題です。ここでトレーダーから 5BTC の成り行き注文が入ったら板はどうなるでしょうか？正解です。100万円、102万円、105万円の売り注文と約定して板はこうなります。今のは普通の約定です。板を戻してフロントランニングで起こることを説明します。例えばトレーダーから 5BTC の成り行き注文が届いたときに、取引所が先回りして自己売買で 4BTC の成り行き注文を出して約定させると板はこうなります。続けて取引所が104万円で 4BTC の売り注文を出します。板はこうなりました。問題です。この後トレーダーの 5BTC の成り行き注文によって板はどうなるでしょうか？正解です。104万円と105万円の売り注文が約定します。結局取引所は100万円 ×1 枚プラス102万円 ×3 枚イコール406万円でビットコインを買って、104万円 ×4 枚イコール416万円で売ったので、ノーリスクで10万円の利益を出すことができました。このようにフロントランニングとは、トレーダーの注文を受けた時に取引所の利益になるように先回りして自己売買を行うことを言います。取引は集まった資金以上に全体量が増えたり減ったりしないので、フロントランニングで取引所が利益を上げた場合、損失はトレーダーの誰かが被っています。フロントランニングを好き放題やられたらトレーダーとしてはやってられん。しかし
フロントランニングをしているかどうかはトレーダーは確認のしようがなく、取引所の信用にかかっています。ビットフライヤーはフロントランニングはしていないと言っているので、利用者はそれを信じるしかありません。しかし、気になるのは自己売買の利益を開示していないことです。流動性の供給が目的であれば、自己売買で大きな利益は出ていないはずなので、目的を証明するために公開すべきです。仮に自己売買の利益が数百億円と公表したら、その分トレーダーが損失を出していることになります。一方、自己売買の利益がほぼゼロだと公表したら、流動性の供給が目的だったのが明らかになりますが、それが真実なのかは利用者は判定できません。この状況から取引所が今後どうなるのかを言うと、それは分散型取引所の波が来る。分散型取引所とは、ブロックチェーン上に存在する取引所のことを言います。現在主流の中央集権取引所は、ハッキングでコインが盗まれたり、権力者や管理者が不正をしたり、資産を持ち逃げする可能性があります。一方、分散型取引所はブロックチェーンに注文を載せて取引をし、秘密鍵は個人で管理するので、取引所がハッキングされて資産を失う心配がありません。またブロックチェーンによって不正ができず、オープンソースによって仕様が明らかになるので公正な取引が可能です。暗号通貨を支持する人は不正ができない仕組みを好む人が多いので、不正を匂わすような行為に敏感です。中央集権取引所の管理者が不正はしていないといくら言っても、人間は嘘を言う生き物なので 100% はありません。そのため将来的に分散型取引所の波がやってくるということです。ちなみに分散型取引所といえばバイナンスデックスですが、日本の IP アドレスからはアクセスできなくすると最近発表しました。果たしてビットフライヤーは自己売買の利益を公表するのか、ビットフライヤーは分散型取引所の設立に着手するのか、注目していきましょう。以上、ビットフライヤーの自己売買からわかる取引所の未来についてでした。また次回お会いしましょう。